空知の北部に位置する鐘の鳴る町チップ別町。札幌から高速道路でおよそ1時間半のこの場所にあるのは屋内遊技場チックル。およそ600平米の広々とした空間に広がるのは道内最大級のネット遊具です。子どもたちはバランスを取りながらネットの中を歩いたり、トンネル内を上下左右に移動したり、立体的に遊ぶことができます。どこが一番楽しい？こここの他にも2階部分から滑り降りるチューブスライダーや幼児向けの遊具もあり、子どもたちは思う存分体を動かすことができます。結構規模が大きくてびっくりしました。子どもが喜びそうな色使いとか立体感とか、そういうのがすごいなと思って、ちょっと大人でもワクワクする感じです。周り気にしないで走り回れるのもすごいですね。車がどうしても外だと怖いので、冬も利用しようかなと思ってますね。5年前に町が運営を始めたこの施設、町民以外でも利用料は無料です。親にとってみれば無料っていうのはやっぱり一番来やすいのかなということで、町としては交流人口を増やしたいのと、チップ別の町の知名度を上げたいということで、それで、作りました。屋内施設のすぐ隣には2メートル四方のキューブを組み合わせた6層建て、高さ13メートルの大型遊具。あたいのハンモック、ハンモックやアスレチックなど、子どもたちの冒険心をくすぐるおよそ20種類の仕掛けがあり、車椅子でも利用できるバリアフリーエリアもあります。すぐそばには道の駅も。採れたての新鮮な地元の野菜や米などが販売されています。そんな中、ひときわ目を引くのがチップ別町の特産品、ブロッコリーを混ぜ込んだブロッコリーソフトです。やっぱり皆さん最初はブロッコリーソフトっていうのを見ると驚かれて、いやブロッコリーかっていうことで買ってかない方もいらっしゃるんですけど、食べられた方はやっぱりあの美味しいって言ってくださいますね。果たしてお味は？色もそうなんですけれど、ほんのりとした苦みが抹茶ソフトのようにも感じます。さっぱりしてて美味しいです。天気が変わりやすいこの時期、お出かけしてみてはいかがでしょうか。本当に施設も綺麗ですし、無料で遊べるというのが川野さんありがたいですね。無料ほどありがたいもんないいや本当にここ行ったら1日ずっと遊んでられるじゃないですか、子供帰るよって言っても帰れないぐらいじゃないですか、はい、でしかもね、その例えば札幌から行くとしてチップ別まで行ったってやるんだったら、ここ遊んでそのソフトクリームとか名物もいただいてって言って十分雨でも楽しめます ね、 行く時にちょっと気をつけていただきたいのは、土日祝日は1日4回時間を区切っての入れ替え制になってます。当日整理券を配って人数制限もあるということで、屋内の方はちょっと気をつけていただいて、で第4月曜日は屋内屋外ともにお休みとなっております。私もね、先月実は行ってきて、もういっぱい遊んで、向かいに温泉もあるんですよね、はい、なので温泉入ってブロッコリーのパスタ食べて、あパスタもありますもんね、できました、はい、これからの季節にもとってもいい場所ですので、ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。